お疲れ様スラットです。今日はこちら公開でアーチェクイルフやっていきます。さあこれもね懐かしいデッキの一つだと思うんですけども、プリンセスタワーがね、はい、帰ってきたことにより復活したデッキだと思います。というわけでやっていきます。まあ一時期ねこのアーチェクイノックはリトルプリンスでだいぶ使われてはいたんですけど、まあリトプリ結構弱くなっちゃったので、まあ今使うならアーチェクイでいいかなと。はい、で進化枠もなんか使う枠ないのでアイスピでいきます。はい、まあ、その大砲テスラにして、まあ、進化テスラにするとかも、まあ、ありではあるんですけど、まあ、結局なんか高回転で大砲置きまくれるのが強いよねっていうとこなんで、まあ、大砲でいいかなっていう、まあ、別にテスラでも、まあ、あとはボムタワーとかインフェルノタワーとか、まあ、他でもいい気はするんですけど、最近なんか俺の中でこの進化アイススピリットちょっと強い説がね出てきてます。はい、いやどうだろうな、なんか意外とね悪くないというか結構悪くない、結構強い説がなんだろうなどうだろう、まあ、やってみていけばね、はい、また思うと思うんですけど、弱い杖ちょっと評価上がってます。はい、まあそのプリンセスタワー相手だとね普通にこのアイスピ削りとかもできちゃうんでね、腐らないっていうのもいい部分ではある。さすがに耐えれるか。お、すかしてんな。さあ着衣系で延命もできるんだね。いや着衣こう見るとマジ強えな。化け物です。さえ相手のデッキはウォールブレイカーいましたね。プリンスコウモリプリンセスもいて、まあちょっと小物系いっぱいのみたいな感じね。まあロフグ行ってギャングだったらクエイク打つしみたいな。まさかのメガナイトいるっていうね。いやでもこれに活躍できるのが進化アイスピですよ。あんたいっぱい凍ってくれ。はい、からもう一回凍れない、ジャンプする前に凍ってほしかったな、贅沢を言うならば。まあ、ザップ来たらロイホグツリーもあるねこれ。さあロイホグでまあ防衛しながらね、コウモリもまずいか。あ着衣これ間に合いますかね、僕ギリ間に合いそう。よし、であれはアイスピだけでまあ許容できたら一番嬉しいね。いいね、さあ耐えましたと。マジ高回転でねこのデッキはスキアイスピ回りまくるんで、進化が登場する回数も多いのは強い部分かな。いやーまあ8枚プリンちょっとめんどいな、一応ケアしてこれ間に合うかな、お願いね、ちょっと相手メガナイトいたんで、これロイホグ飛ばすならなんかちゃんとタイミング考えていかないといかれそうだし、一回ねちゃんと耐えるか。いやでもこういうのを救ってくれるのが進化アイスピだったりしますね。からの、いやコールがもうちょっと早かったらなって思いもするんですけど、まあ許せるか。さあで俺はまあ2400をクエイク削りしてもいいし、なんかまあ相手がメガネつされた瞬間に攻めちゃってもいいしみたいなとこではある。まあさすがに大砲あれば大砲置きまくって着衣消え忘れてはいるが強いね。さあまあでもこれで最悪ね左でも良くなりました、削れたんでね。まあ今みたいなメガナイトのすれ違いを探すでもいいし、まあどっちでもいいな正直。一旦プリンセスは芝居とか、まあ巻き筋はねこの単品で今飛ばすことなんで、よいしょネチネチすんのがね大事な気もする。で、 できるだけ進化SPね、取っておきたいか。取っておきたいが使ってはしまう。やばい、ちょっと痛い。ちょっと痛いんだよな。いやー、まあ、来そうね。で、まあ、大砲置いて、着衣消えて。で、もう一回ロイフグ行くと、意外とね、メガナイトのコストがあるらしいです。はい、残念。なかったら嬉しかったな。
まあさすがにね、マジで高回転デリバリーが強すぎやする。あとアイスキもね、これ無理やりね。おい、ロイホグが通るんですわという感じでね。まあメガナイトがちょっとめんどいか。まあでもメガナイトやってだったらセパレートで攻めてもいいし、まあ今みたいな感じでね、一旦守ってクエイクでねちまちま削ってメガナイトが出たところロイホグ飛ばすでもいいしね。まあ戦い方は無限かなと。よいしょ。まあクエイクはやっぱいいとこだよね。最悪削れるんでね、クエイクだけで。まあ今回相手ダガーなんでアイスピ端前でできないのがまあ悲しいかな。ナイト工場か。まあペッカーだと思うんですけど、やばいやばい、それまあ一番大事なのはね、大砲を延命することですね。このデッキにおいて大砲が簡単に壊されてしまうと基本的に守れないですね。はい、火力枠なんでね、このデッキの。なんでまあ相手が形組んできそうだったら、まあ大砲先に置いちゃって2周目3周目回すぐらいの気持ちじゃないといかれます。よいしょ。まあゴーストも咲いたし、ファイボかポイズンかを知りたかったんでファイボでしたね。よしよし。あー、まあ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 ファイボなんで、アチャクイはだいぶ強いか。ファイボザップか。まあ大砲いてもいいか、正直。まあこの大砲も延命したいっちゃ延命したいな。残ってると相手も攻めにくいと思うんでね、延命できなかったわ。まあアチャクイ出して深海スピンもあったのもできえな。これウッドズだけでアチャクイちょっと延命できそう。いや、これも強い。硬えな。進化スケドリーム少ねえか。さあまあまあ、ファイボーロイグに打たせれば逆に相手は大砲も突破できないんでね、この進化 SP がちょい無駄ではあるが、まあ行ってもいいけどね。このロイグ行かなくてもいいか悩むよなこれ。まあ大砲置いて一旦守ってもいい。左でケアしてね、それ強すぎんだよ。いやでも深海スピね、マジ優秀すぎるこれえ、待って、それやばい。変なルート強制かかってる。なんかまキモいマジでキモすぎるって。そのようわからん動きされたしな。いや痛すぎるな正直これ。まあ、ファイボで削られるんでね、普通に大砲同塞に。えファイボの M が、よしよしよし。この位置で釣れないことはないけど、ルート強制かかっちゃったんで1個上にしとくか。でここら辺にマジアチャを来るようにケアしたい。えっ遅かった。まあ重要なのはこの大砲からのロイホグまで行きたいな。ここせっかく来るね、行かなくてもいいか。意外と入っちゃってんの。いやこのマジアチャでかいね、かぶったの。いやそこで割れんのもでかいね。オッケー、これ右サイドは正直何でもいいんで、これ攻めてあげて。ちょっとう
無事怖すぎる。ギリ生きてんのやばすぎる。ファイボで追いつかれちゃうんで、クエイクで削ってもう一周回そう。回してさすがに削りでもう勝つ。おぶねー、ペッカ工場か。ちょっとマジアチャで夢つかれそう、つかまれそうだったけどね。あぶねー。いやでも進化アイスピなんよな、進化好きはね。ちょっとザップで活躍する場面なかったけど、進化アイスピのおかげで多分結構止まってたと思うんですよね。アイスピ、まあ、コール間隔短くなればもっと強そうではあるが、普通になんかこの結構何でもいる環境なんで、まあジャイ、ロイジャイ、まあ、ゴーレムとか、まあ、ラバとかエリジャイとかタンク系、まあ、重量級にも刺さるし、今みたいなねペッカとかの足止めにも使えるし、進化アイスピねめっちゃいいんだよな。初手ロイホグもあのチンパンで結構削れるイメージあるんで、俺はやるっすね。こんな感じで何も考えずに、まあ、もうちょっと削れた方が嬉しかったけど、アイスピで止めてウッドで耐えて、まあ一発入っちゃうのは仕方ないな。ファイブ使ったんでね、ロイホグいっちゃいたいけどゴーストもあるんで、まあ一旦待ってもいいか。さあ高回転ロイファイボーですね。まあゴースト嫌だな、うん、ゴーストタルガ。行っちゃってもそうだな。これファイボないんでね、ゴーストいるけど関係なく突っ込んじゃった。いやこれバカなんかな、これやべえかな。まあデリバリー進化スケとかでどうなんだろう、ちょっとアチャク延命しちゃう。よしよしよし、まあ進化スケアイスピウッドでまず耐えたかったり、よしよし、いやいい耐えっすね。いやこれ実はねちょっと痛いんですけど、まあファイボで許してくれや。うっ、相手も進化すけなの。いや思ったより止まっちゃったね。さあ意外とまずいかもしれない、怖い状況ですね。ゴーソーで止まっちゃうんでね、まあ相手のこれ本命は右だと思います。正直左側にアチャクに咲かしてみたいな感じですよね。正直まあ暇なんで延命ロイグでもしといて、まあまあまあむずっこの試合。ゴースト咲いてのロイフグ強いんだけどな。でもアチャクにもう一回切れんの、これめっちゃ強いぞ。アチャクイが入る、フフ守れんのか俺。守るしか勝てないんでね、守るしかないんですけど、えアイスピの凍ってる方違うなんでそっちが凍ってんねんって話ではあるが、いやーマジこっから結構絶望が始まります。いやそれうまい、
やば。呪文で削って引き込まろうかな。逃げこもりをしない。あ、そっちに使ったら進化助で。いやー、でも相性そうだな。こう見るとなんか回転早すぎてさ、まあ、チャンピオンサイクルもあるし、進化助アイスピーのおかげで守れそうになるもんな。いや絶対進化アイスピー強いんだよなこれ。このデッキだからなのかもしれないっすけどね。アーチャークイーンでより回転も速くなるし、スキアイスピスキアイスピスキアイスピ回しまくれるんで、まあこのデッキだから強い説もねあるんですけどね。ラモスにしても結構強いんだよなアイスピちゃん。メガラムかな多分。こっちがオールブレイクよ。中身気になんねえ。アーチャーオールブレイカーか。いや、メガナイトこれ、ありそうだな。まあ、一応行くけどね。あー、メガナイトっぽいけど、どうなんだろうな。ちょっと変な方だな。まあ、大砲延命で、一旦は全部止まるよねと。いや、メガナイトいそうだな。ボンバーまでいんのちょっと厄介っすね。まあ、メガナイト持ってそうな相手には、まあ、セパレートがいいかな、今みたいなね。いて、アイスピまで行ってちょっと削りに行きたいね。いや、でかっ。いや、そっち？いやー、これザップやめてほしいな。許される。うぅ、一発。まあまあ、これ柳まで使ったし、いっちゃおう。いやー、オッケー。メガナイト来るまでに結構時間があるね。よし。いや、ここの削りでかいね。相手が攻めでだいぶコスト使ってたんでね。これメガナイト別にジャンプされてもいいな。最悪追加できるカードあんのかな。いや、めっちゃいい許容したわ。もう一回消えたい。2倍でね。いや、いいよ。いや、このねクエイク削りね、耐えれるかな。ここ削り大砲置く。あとは守るよ。呪文多分柳目だけとかだと思うんでね、引きこもれば耐えれるぞ。いやー、まあ痛いけど許せ。ロイフいらないんだね。やばい。うわ、強いよ。なんか事故ったー。メガナイトジャンプ惜しい。惜しいね。まあ全然勝てそうではあったが、ちょっとボンもだるかったか。惜しいなー。メガナイト系もね、今季はいけますよと。マジで何でもいるな。いってらっしゃい。なんかボムタワー系のデッキがもっといても良そうですけど、あんま当たってないな。うわー、まず絶対ロケやん。
いや、ドリルトルネか。いや、ポイの可能性もあるか。ポイズンだったら嬉しいな。ドリルトルネ、トルネ、トルネ。いや、ボムか。いや、なんかムートとかも珍しすぎてわかんねえな。これ相手のドリルと同タイミングで攻めたいね。来い。来ない。来てほしかったな。さあ、まあトルネがあったけど、トルネがあっただけみたいな感じか。やべえ、ちょっと過ぎたこれ。いや、なんか煽られてんなこれ。いっちゃおうかな。やべやべ、いろいろ噛み合ってねえな。いやー、まあ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 、許されそう。深海スピがあります。なんかおもれえドリルだな。なんかあれがなさそうだな、テスラ的な。パッと見、おお、いやこれサイド同塞はね、マジユニットゴリラになっちゃうんで逆行きたいね。相手ロケとかもなさそうだな。トルネもある。まあクエク打って削ることだけ考えて。いや、マジ施設系がねえからちょっと戦いやすいか。まあ許されるか許されないか際どい許容ではあるが、ユニット多いのしんどいな。高めは着衣で飯食いたいね。いやー、うっと、削られてない側の発着も強いね。台本で毎回拾いたいな。結構きつそうじゃね。あれ、なんでやねん、なんでこの状況で落ちんねんもうどういうことよ。クラロは、まあよくあるか。ね。ラッキー。まあゴブリンドリルもね、15日ぐらいかな。7月15だった気がする。進化するんでね。進化してどんぐらい入るかだな。今のこの環境が崩れるかどうか。さあ、COK、迫撃スキラやな、これ。しかない、器。で、ポイズンとかだと思うんで、もう、大砲もあるし。まあちょっかいかけていっちゃおう。これクエク打ち得じゃね。いや、スケも飛ぶ、でかい。めっちゃ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 、まあ言うて戦しか入んねえのか。いや、マジ端前や着衣すげえきつそうだな相手もう一回いっちゃおうかな味しめえ、おいしくね。でこのウッドまで打つことによってね、圧着衣がより延命できてね、相手視点は嫌だったりするが、でこのロイホグ受けとかもね、ちょっと嫌だったりするんじゃない。迫撃置くんか、さすがに置かねえかもいや、いい。でこの後スケラ打たれても大砲置けばいいんで、逆に打ってほしいけどな。打たねえか、迫撃置いてペース握りたいと思うんで。さあ完璧な流れではある。正直端前大砲が焦るぐらいか。俺がやっちゃおうかな。うっ、来なかったらまずい。右も左もあるしな。
まあ警戒しとくか。やべ、範囲広すぎじゃねそれ。いやギリは生きたがって感じだな。いや攻め迫してこないだろうな。ここめっちゃしてほしい。防衛で迫撃使いたそうな顔してる。いやこれ大砲残ってるし結構おいしいぞ。でもエイムが悪い。うわっ、うっ、うっ、あぶんね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 。なんかなんかデリバリーとかね、エイムが悪いな。まあ勝てばギリセーフね。あーめっちゃ枯渇っぽいな。初手ロログなー、行っちゃいてえな。ああ来ちゃった。まあアウトローの方の枯渇なのかどっちなのかを知りたいよね。まあ普通にロイフグセパとかも強かったり、アチャクイまで行っちゃったりもね。ああアウトローの方だな。ユニット多すぎん。でもこの盾の戦士がちょっと痛いんだな。ちょっとどころじゃねえか、だいぶ痛えの。いやアウプリはね、その自分から行くとすげえカウンター来るんですけど、行かなきゃね相手の盤面にねユニットものすごい溜まっちゃってね守れないんで最終、まあ、行くが正解な気がする。大砲反応すると信じたがあいつはサボりだ。行かなきゃきついです。まあ、行かなくてもきついんですけどね。無理やりでもダメージ稼いでいかなきゃ結論きついよねっていう。え、そのガール強すぎん。アウトローガール2人でアイスピワンパンなのか。盾の戦士もあります。いやーまずいか。まあ盾戦ぐらい左無視できるんで攻めちゃっていいや。なんか進化バレルも厄介ね。アウトローとかたまたま来ねえか。マジ俺は攻めまくるしかないっす。いやでいけーこのダメージ。言うて大したダメージじゃないがこのダメージがいる。で大砲で回収ね。プリンスいねえのかな。プリンスいないなんてことあんのか。で大砲も先いっぱい置いとくっす。いやーちょっとまずいな。うフェイクとかないか。あぶねえマジでめっちゃ色吹くした。これロイフグケーキでさすがに落ちるかな。
いや強よかった深海好きで完封されんのかな打っとけんない危ねえ。なんかアプリ怖いよな進化ナイト進化バレルこの2枚でだいぶね事故りやすくなってるからねナイスまあボムタワー増えたらちょっときついかなぐらいですかねダガーだダガーに対してはロイフグ固め出しが強いんでセパりたくないねプリンセスタワーだったらセパり毒だけどウォールブレイカーねいやこれボムあ親衛隊かなスケバレウォールブレイカーああそうっすねなんか多いなこのデッキシーズン序盤に異常に流行るデッキナンバーワンかもしれないマジでめっちゃいるんだよなえなんかちょっと違う高回転だなんだこれマスケもいるマスケ好きギャングなんかすげえなマスケスケギャング親衛隊ねもう陸どんだけよっていうまあでも多分攻め手がねこれ2種類しかいないんですよスケバレとオールブレイカーしかいないんでまあ一生守れば勝ちっていうシンプルではあるが守れねえ正直いやマジでそういうゲームだよダガーかいやこれちょっと行きたいよなマイチやばいちょっと痛いですいやーこれなんか物量物量デッキすぎん相手の物量以外の何もんでもないんだけどすごすぎるなマジで苦しい一生守ってない俺まあでも相手もね意外と防衛きつそうなんだよねそう俺もめんどいんですけど相手のこれ守んの相手も同じようにめんどいんだよやばい残ったのでいけーいやこれ最後まで耐えれば勝てるっすよもう相手突破できないっすからねもう俺が守れればの話ではあるがおいしいねいやーさすがに耐えたんじゃないもう大砲左側ね寄せまくってあげてクイクッとクイクッとか登りそうだなチャンピオンサイクルアホ回転早いでさえナイスーやばモリモリデッキや恐ろしい
さあ、というわけで、圧着イログですね。進化スキャイスピと、まあ、デリバリーね、まあ、高回転大砲もあれば、意外と何でも守れるデッキだと思います。はい。俺の好きなデッキの一つなんでね、はい、皆さんもぜひ、触ってみてください。よければチャンネル、高評価も、お視聴者、お疲れ様でした。またね。